私はエルサレムの中心地近くのホテルの屋上にいます。街には人や車も多く通っていて、店も通常通り開いているなど、昨日未明に無数の無人機やミサイルが飛来したとは思えないほど日常通りとなっています。街の人の様子はどうでしたか？はい、今日は皆リラックスした様子でした。ただエルサレムに住むイスラエル人に攻撃があった時のことを聞くと、表情が変わって一様に怖かったと話していたのが印象的でした。やはり迎撃も含めてたくさんのミサイルが飛び交ったこと、そしてイランによる前例のない攻撃だったことからとても恐ろしかったと話していました。一方で軍が守ってくれるので安心しているという声も聞かれました。今日も日本時間午後8時頃から戦時内閣を再招集して話し合いが行われました。イスラエル政権の中でも意見は分かれていて、適切なタイミングで報復を行うべきだという慎重な意見と、大規模攻撃を受けている間にも報復するべきだったという強硬な意見もあります。そして今入った情報ですが、イスラエルメディアによりますと、話し合いは先ほど終わったということです。まだ正式な発表はありませんが、何かしらの決定があったのか注目されます。報復について市民に聞くと、すぐにやるべきとの声もある一方、今回の攻撃を防いだことがすでに勝利なので報復は望んでいないという声も聞かれ、イスラエル政府がどう対処するのか注目が集まります。